こから僕やっぱ左持っていくんでね、ケツ変わったから。今後は4月から組み立てに入って、予定としては10月ぐらいまで、の予定で組み立てを終了すれば、まあ、早くて秋頃にはね、皆さんに公開できるんじゃないかなというようなことだとは思いますけれども、 YS11 の国産1号機なんで、本当にね貴重なものですから、ぜひね皆さん本当にね家族連れで見に来てもらいたいなというふうに思います。